で、またこのしょうもない国、中国がまたこういうしょうもないことをやりました。国際観艦式、中国海上自衛隊だけ招かず、アメリカ反発、派遣見送りもです。はい、中国青島で4月下旬に開催される中国海軍主催の国際観艦式で、日本の海上自衛隊に艦船派遣を要請する招待状が届いていないことが分かりました。複数の日本政府関係者が29日明らかにしました。同時期に20カ国以上の海軍トップが出席し、青島で開かれる西太平洋海軍シンポジウムに合わせて開催されるのに、中国はシンポジウムに出席する国の中で日本だけを外しています。アメリカは中国の対応に不満を示し、海事艦を招待しない場合には観艦式への米艦派遣を見送ることを含めて検討しているとのことです。さすがといえばさすがですね。海上自衛隊とアメリカ海軍というのはもう本当これはもう兄弟のようなその強い絆で結ばれておりますけれども、さすがにそれはアメリカも反発したということなんだけれども、だからそのこういう中国みたいなこういう国でですね、こういうどでもいいような国でですね、こんなことをもう開く必要もないし、国際観艦式、勝手にやればいいんですよ。行かなきゃいいんだよ、もう我が国は。こういう国へ行ってですね、何もこの友好をね演出しようなんてする必要は僕は全くないと思うんで、アメリカのねそういうこの行為は嬉しいです。アメリカのこういう形でに対するその中国に対するね抗議の、もしこれが本当にこういうアメリカがね派遣しないとなったら、これ国際観艦式台無しになるからおもろいですよ。だからねロシアにもこれ呼びかけて、ロシアとも仲良くやって、ロシアもやめたって言ってくれたらおもろいんだよな。で中国と韓国だけでやれんだよ、ね、反日観艦式とかってやればいいんですよ、国際社会からもう笑い者になりますよ。もうだからね、繰り返しになりますけど、アメリカのそういうその、ね、日本に対する配慮は嬉しいけども、もうねこういう国に、ね、行かなくていい。もう僕いつも言うんだけどね、隣の国ってのは仲悪いんですよ、ね、ドイツとポーランド、ドイツとフランス、ドイツとオランダ、あるいは、ね、ノルウェーとスウェーデン、フィンランドとロシアもそうで、ベトナムと中国だって仲悪い。仲悪いってことを前提として付き合えばいいのに、日本がですねそういうバカな連中と仲良くしようとするからおかしいんです。仲良くなんかできないんだって、これ仲良くなんか絶対にできないんだから、仲良くしようというそういう行為を、無駄な行為をやめた瞬間に気が楽になる。しょうがない、仲悪いんだよ。仲悪いんだけれども喧嘩をしないようにしましょうねという付き合い方があるんです。だこんなね国ともその仲良くってできるわけないでしょ。中国韓国ですよ、もういらん。これ中国韓国といまだにまだその友好関係を結ぼうというふうに言ってるやつってことバカでしょ。これこんなん絶対できないですよ。我が国がどれだけアプローチをしてきたってできなかった。でね、民主党政権下の時ってのは中国や韓国にとってはね、これは締めたと思ったんですよ、もう完全に日本は俺たちの、ね、軍門に下ったぐらいのことを多分思ったと思うんです。そういう時に中国と韓国との関係っていうのはもう最悪な状況になってるわけですよ。安倍政権になったから中国韓国とね仲悪くなったって嘘を言うんじゃないっていうのは、民主党政権下の時になったんですよね。ということはもうどちらかというと親中親韓の政権の時にこんなことになってんだから、どんな人がやったって無理、やめましょう、ね。ではもし例えば共産党が政権取ったとしますよ、これ大変なことになりますよ。韓国となんか付き合えなくなるよ。だってこれ北朝鮮とねおつながりがあるわけでしょ。これほらもう全然できないし、社民党なんかのそういう論外だけど、だから何やったって無理なんですよ。もう日本が、ね、中国や韓国の属国になる、そこまで、ね、そこまでもう我々が要するに降りなければ彼らは反日の行動をやめないってことは、我々は徹底的に上から目線で彼らと付き合えばいいところですよ。もうどんなことがあっても妥協しちゃダメだって、もう誰がどう考えてもそうでしょう。本当にね、おかしいんだよ最近ね。